ついでに、全体状況を説明しておきますとですね、まあ、簡単な世界地図を用意してですね、なんでこれ簡単にせざるを得ないのかっていうと、本当にね、あのー、地球全土の中で、ジオンはここを押さえている、連邦はここを押さえているという簡単な図式があんまないんですね。はっきり言えるのは、これ、緑がジオンでですね、青を連邦にしてみたんですけども、北アメリカ大陸はジオンは押さえていると。 で南アメリカ大陸は、まあ、南米ジャブルを中心としてジオンを抑えている。ここまでは確実だ。と。あとはイングランド、イギリスに関してはおそらく連邦が抑えていてで、ヨーロッパのこの、なんだろうな、大西洋寄りのところもやや連邦寄りだと。で、中央アジアに関しては、あの、どうもジオンはですね、最初に地球に降りてくるときに北米にですね、あの、ガルマザビー 率いるです、ね、地球支配軍というかですね、地球掃討作戦として行ったんですけども、同時にですね、キシリアがですね、この中央アジアのレアメタルを取るためにですね、あの、バイコのうる宇宙基地がこの辺りにあるんですけども、バイコのうる宇宙辺りからこのオデッサに至るまでのですね、この辺りのエリアですね、この辺りのエリアをですね、まあ、早々に占領してしまったと。ただしこれは、 軍事的な意味というよりはですね、軍事的な意味はもうどちらかというと北アメリカ大陸、南アメリカ大陸にあるんですね。なぜか、ジオンはこの人口がほとんどいないような土地にですね、あの、降りてきて占領を続けてると。この辺りが、あ、なんでか分かった。あの辺りには巨大な鉱石の鉱脈があって、それを吸い上げてるからジオンっていうのは強いんだというのに、ようやっと連邦軍が続、気がついて、で、オデッサデーっていうのを設定して、このオデッサで、その、なんだろうな。 どちらかというと軍隊ではなくてですねなんあの補給部隊に近いような幕部、えー、のですね、えー、部隊をですねあの仕留めようというふうに思ったこれが連邦の実は犯行のきっかけになった事件なんですけれどもこんな感じですね岡田敏夫の切りり抜きき動画をごご視聴いいたただきありがとうございました他にも岡田敏夫の切り抜き動画を多数揃えておりますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします 概要欄やコメント欄もチェックしてみてください。